セブンサイコパスは、マーティン・マクドナー監督、脚本による2012年のイギリスのクライムコメディ映画である。出演は、コリン・ハレル、サム・ロックウェル、ウディ・ハレルソン、クリストファー・ウォーケンラである。2012年9月7日に、第37回トロント国際映画祭でプレミア上映された。北米では2012年10月12日、イギリスでは12月7日に公開された。 脚本家のマーティは、セブンサイコパスという新作映画の台本の執筆を依頼されているが、締め切りはうに過ぎ、執筆作業は全く進まない。友人のビリーは彼を助けようと、無断で新聞にネタ詰めのため、サイコパス募集の広告を載せる。やがてこの広告がきっかけとなり、マーティはビリーの同僚で愛妻家の犬泥棒のハンス、ウサギを抱いた、 殺人狂の宝や、シーズー犬をこよなく愛するマフィアのボスのチャーリーなど、少し、というか、かなりイカれた連中の騒動に巻き込まれていく。やがて、マーティは、ビリーの本当の正体を知ることになる。劇中で、主人公が映画館で映画を見ているシーンがあるが、その作品は、北野武監督の、その男、凶暴につきである。マクドナー監督は、 北野武監督の大ファンであり、同作を使用した理由を、このシーンも、映画自体も、そして北野武も大好きだからと語っている。2011年5月12日に初めてキャスティング、発表が行われた。制作は、ハンウェイフィルムズが行った。ミッキー・ロークは本作へ出演するために、エクスペンダブルズにを交板した。しかしながら彼はマクドナーとの意見の相違のために、 本作も降板し、代わりに、ウディハレルソンが起用された。音楽は、マクドナーの前作、ヒットマンズレクイエムでも起用されたカーター・バーベルが作曲した。サウンドトラックは2012年10月23日に、レイクショアレコーズより、デジタル発売された。 アメリカ合衆国とカナダでは2012年10月12日2480劇場で封切られ、初日に1 3 6万ドル、初週末3日間で427万5千ドルを売り上げ、週末ランキングで9位となった。ロッテントマトズでは196件のレビューで、支持率は82%となった。メタクレティックでは43件のレビューで、過重平均値は66。 100となった。ありがとうございます。